どうも、思春期の子育てアドバイザーの道山家です。本日は親に甘えずに育った子の特徴という話をしていきます。はい、まあ親にね、甘えるというのはこれはね、すごく大事なことですね。やっぱりこれがきちんとできていないと、子どもたちはですね、いわゆる、愛情不足みたいな状態になってしまってですね、いろんな悪影響が出てきます。そこで今回は、じゃあ実際にね、親に甘えることができなかったら子どもはどういう特徴が出てくるのかってところをね、お話ししていきたいと思います。まあこれ知っていただくとですね、子どもの甘えをしっかり聞いてあげようっていう気持ちがより強くなってくると思いますので、多分子育てもね、よりうまくなるかなと思います。はい、でまずそもそもこの甘えるってね、何か、これ結構ね、勘違いしちゃってる方がいるので、ちょっとここ改めてお話ししたいと思います。で、甘えるって何かっていうと、正常な要求を聞いてもらうために、お願いすること、これが甘えるっていうことです。例えばお母さんお腹すいたよ、唐揚げ作ってって子供が言ったとします。これは、甘える行動です。なぜかというと、お腹が空いたよとこれ食べたいっていうのはもう人間誰でも持っている欲求ですよね。で、あとお母さんちょっと、どこどこに遊びに連れてってとか、思春期だったら例えば新しい服買いたいからイオンに連れてってとか、これも誰もが持っている要求ですよね。これも別に聞いてあげていい要求になるんです。いわゆる甘えている状態ですよね。あとは、お母さんちょっと抱きしめてとか、女の子と、男の子で抱きしめてってあんまね、言うことないかもしれないですけど、女の子だったら、思春期でもね、抱きしめてっていうことはありますよね。男の子でも、さすがに思春期はないかもしれませんけど、小学校低学年ぐらいまでだったら全然ありますよね。あとは話聞いてとか、これも正常な要求ですよね。こういうのが甘えるっていうことです。で、こういうのは、後々ね、詳しくお話ししてあげるんで、お話しするんですけど、これはね、しっかり聞いてあげるってことが大事になります。で、一方、もちろん聞いてはいけない要求っていうものがあって、これがおかしな要求です。例えば、早く飯作れ、クソババーって子供が言ったとします。これは甘えているわけではないんですね。これは、ただ、わがままを言っている。理不尽なわがままを言っちゃってるだけなんですよ。だから、こういうのは聞く必要はないんですね。タバコ買ってこいとかね、未成年なのにタバコ買ってこい、これもおかしいですよね。だからこの、詳しくね、この後お話ししていきますが、甘えは聞いてあげることは大事だと。で、甘えずに育ってしまうといろんなね、悪い特徴が出てくるので、それはこの後紹介しますが、この甘えるっていうのは何かっていうと、正常な要求を聞いてもらうためにお願いすることだよってことはね、ここはちょっと間違いないようにしておいてください。で、じゃあなんでこれが大事なのかっていうと、これはね、子供のこの生活している姿をイメージするとわかります。っていうのは、子供はもともとね、小さい頃って一人では何にもできないですよね。生まれた瞬間の赤ん坊を見ていただくとわかると思うんですけど、もう何にもできないですよね。で、親が、何もほっといたら、それこそもう数日間で多分死んでしまうと思うんですよ。で、だからつまり子供というのは親に甘えることで生きていくんですよね。だから、甘えることは当然のことで、子供からしたらこれ生きることなんですよね。そうだから、小さい頃は特に親に甘えると。でもちろんそれが思春期になったらね、ある程度できることは増えてきますけど、それでもまだまだ大人と比べたらできないことがたくさんあるわけですよ。特に、まだまだお金も稼ぐこととかもできないですよね。だから親に甘えるわけですよ。でそれは別に正常な子供の行動なんですよね。だからよくね、親にあなたはもういい年齢なんだから親に甘えてはいけませんとかっていう方がたまにいらっしゃるんですけど、これはね、全然、おかしな話で、子供が甘えるってことは生きているってことなので、だからそれはどんどん聞いてあげないといけないということなんです。で、ただ先ほど言ったようにね、おかしな要求、これは聞いてはいけないですよ。これは甘えとは違いますので、ここはね、勘違いしないでください。で、じゃあもちろんね、聞いてあげることが大事なんですけど、いろんな事情でね、聞いてあげることができないってこともあると思います。で、そうすると子供はどうなるかっていうと、最初は何としても聞いてもらおうとします。なぜなら、甘えることは生きることだからです。ただこれが徐々にね、もう聞いてくれないって思うと子供も諦めます。で、諦めて甘えるのをやめるようになるんですね。で、これはいわゆる愛情不足状態ってことです。で、そうなるとどうなるかっていうと、まず子供は心の奥底に寂しさが残ります。なぜなら、本来ね、甘えたいと思っているのに、結局それにね、甘えられないわけなので、これは寂しいですよね。と同時に、結局、親を信じられなくなりますよね。なぜなら、本当は親は甘えを聞いてくれる存在なのに、聞いてくれないわけなので、子供は人を信じられない、親を信じられなくなってしまうわけです。で、一番身近な親が信じられなかったら、そもそも人を信じられるかっていうとなかなか難しいですよね。だから、いわゆる人間不信っていう状態になっていきます。
で、あと、心が満たされない状態になりますよね。いつもこの寂しさっていうのは満たされない状態なので、で、この状態になると結局心が苦しいっていう状態になるので、どんどん、エネルギーが不足していきます。要するに朝起きられなくなったりとか、行動する元気がなくなったりとか、将来に夢とか希望を持てなくなっていくとか、そういうようなエネルギー不足にもつながっていきます。で、あと、これはね、一番わかりやすい状態なんですけど、この甘えがね、できない状態で生活をしていて、たまたま甘えられそうな人に出会うことがあるんですね。それはまだ、いわゆる恋人、彼氏、彼女みたいなね、恋人とか、あとは、なんか学校の先生とかね、まあこれ誰かは分かんないんですけど、そういう人を見つけるとですね、今までずっと親に甘えられてこなかったですよね。だからその人たちに過度に甘えようとします。これが要するに依存ですね。依存、こういうような状態になってしまうってことですね。だからまあ特徴としてお伝えすると、こういうなんか心の奥底にね、まあこれは目で見えるものではないですけど、なんか寂しいような感情を持っていたり、あとは人を信じられなかったり、あとは心が満たされないことによってエネルギーが不足していたり、過度に誰かに依存していたりする場合は、これは甘えられてこなかった可能性があります。もちろん、全部が全部ね、これが原因なわけではないんですよ。例えばじゃあエネルギー不足ってところをね、一つ手に取ると、例えば体調不良とかだったらそもそもエネルギーなんか出てこないですよね。とか、あと人を信じられないっていうのも、別に甘えられなかった以外に、例えば過去にね、すごい裏切りにあったとかってことでも人を信じられなくなりますよね。だから全部が全部、これ甘えが原因ではないんですけど、甘えが原因でこうなることもあるってことを、一つ覚えておいてください。で、まあちなみに甘え、じゃあどうしたらね、この例えばですよ、子供が今この状態になってしまっていたとして、どうしたらこれね、改善させてあげられるかっていうと、子育てをやり直していけばいいです。要するにこの甘えるね、唐揚げ食べたいとか、遊びに連れてってとか、抱きしめて話聞いてっていうような正常な要求を今からでももう一回聞いてあげてください。そうすると子供はこの甘えが満たされるようになって、結果的にね、こういったものもなくなってくるかなと思います。はい、ということで今日はこの甘えずに育ったこの特徴についてお話ししました。じゃあ具体的にどういう子育てをしていけば、こういったね、甘えられないっていう状態を、まあ、避けることができるかっていう部分については、僕が無料で配信しているね、思春期の子育て講座、こちらで詳しく解説しております。詳細欄もしくは動画の右上からね、こちらチェックできますので、よかったらね、参考にしていただければと思います。